こんにちは。今日はですね、ウーム野球部さんとのコラボ動画というところでですね、マッシュルームさんとツインズさんと今回はお二組の方と、コラボ動画を撮っていくんですけども、今日の企画はですね、今までで初めての企画ということで、こんな検証をしてみたいと思います。元プロ野球選手がありえないような練習方法を教えたとしても全部信じるのかどうかっていうところを検証してみたいと思います。僕はですね、こんな練習ありえないだろうとか、こんな練習するわけないじゃんってね、思うかも分かりませんけど、そんなありえない練習方法をお二組にですね、どんどん上手くなるためにはこんなことやっていった方がいいよっていうのをですね、話していって、どこまで信用するのかっていう検証をしてみたいと思います。ということで、コラボ動画スタート。里崎チャンネル、こんにちは。さあ、こんにちは。今回は皆さんとコラボ動画でーす。よろしくお願いします。ツインズさんとマッシュルームさんでーす。はい、お願いします。こうです。今日はですね、なんかまあ、先ほどもね、コラボ動画撮りましたけど、まあ、皆さんが野球をしてるというところで、はいはい、今回はどうやって上手くなっていくか、体の強さを保つかっていう野球指導、こんな練習法をした方がいいよっていうのをね、皆さんに伝えたいと思います。嬉しい、いただける。これをやるとアマチュアの方でもプロに近づける練習方法、体の強さ、肩の良さ出てくるよっていうところで、まずじゃあ僕キャッチャーじゃないですか、はいはい、キャッチャーで絶対上手くなるためにやった方がいい練習法っていうのがあるんです。これはまあ基本的に全部僕が今までやってきたことなんで、それでまあ皆さんにもやってほしいんですけど、まず一つはですね、マシーンのボールを素手で取るっていう。キャッチングするときに道具って難しいじゃないですか、はい、うまくシーンで取れなかったりするわけじゃないですか、はい、だからそのグローブを素手感覚で取らなきゃいけないんですよ。グローブっていうのは素手と同じようなで扱えるようにならないといけないですよね、はいはいはい、キャッチングをするとき、はいはい、だからその感覚を養うためにマシーンを、そう、150キロとか無理ですよ、まあ、そこそこの100キロぐらいの球のマシーンのやつを素手で取って感覚をこの取るで、取るところのタイミングとかその位置とかっていうのをまず学ぶんです、素手で。それが高級だと痛い場合は何球でもいいんで、ああ何球から、はい、でもいいんで、その100キロぐらいの球をしっかり自分のどこで取るかっていうのをしっかり覚えるために、素手で取るところがキャッチングが良くなるんですよ。へえ、なんか中間みたいなことやったことあります。なんかアンパンって言ってたんですけど、その部活で、あ、丸いやつですね。そうです、そういう買ってみたいな、もう握れないんでほとんど。それじゃあで、もうそういうことじゃなくて素手ってことですもんね。それじゃあ失敗しても痛くないじゃないですか。痛くないですね。なるほど。失敗した時に痛いって分かることが自分の技術の未熟さが分かるんですよ。あ、そっかそっか。じゃあ痛くないように取ろうってことですね。そうそう、で、そうすると後でミットしてもしっかり取れるんでね。最初痛そうだな、最初ばっかり。これ最初痛いんですけど、もうそれは我慢ですよ。だってよく考えてください、ホームランボールとかみんな素手取りに行ってるじゃないですか。確かに確かにね、まあ、だから一緒ですから、要はそれ聞いたらなんかいける気がしてきましたね。なんかデッドボール当たるときは痛くないようにこう避けますもんね。それは体が慣れてる。あれはちょっと用意してなくて当たるじゃないですか。この受けるのは用意してますからね。で、受けれるようになったらミット、そしたらもうミットはめたら簡単なもんですから。何球からやって上手くなっていけば、高級でもやってやるともうキャッチングはもう速攻上手くなるし。でもアニメメジャーのトシ君がもうやってますからね、それ昔から。そうですよね。そうやっていかなきゃいけないんですよ。肩強くなる方法を知りたくないですか。知りたい。おお、知りたい。肩強くなるために僕がやってたことは、1キロの重たいボールあるんですよ、はい、あれをガンガン投げるんですよ。いやいやいや、ぶっ壊れちゃいません？普通のボール投げて骨折した人もいるんですけど。大丈夫か。逆になんか感覚狂っちゃったりしないんですか？いやいや、そういうのはしないですね。ガンガンって言っても、100メートルの遠投とかしないですよ。さすがに。さすがに、それは肩壊しますね。それこそね、マスターみたいに骨折したい。100メートルじゃなくて、彼は骨折しますから。だからキャッチボール程度のところでそれをしっかり投げていくんですよ。あ、もちろんそれも軽いボールからですよ、さっきと一緒で、なるほど。いきなり1キロいくとそれは無理、難しいじゃないですか、はい、だからその200グラムとか400グラムとかそういうあるんですよ、ボールが。そうなんです。で、高級じゃなくてもゴム的なトレーニングに使うやつとかもあるんですよね、こういうインナーリングとかするために。
だそういうのでこの投げるところをつかみでいけばその筋力がついていくんですよね。でそういうのをちょっとずつやっていくとボール持ったら軽くなるんで、そのしっかりとした強い球が投げれるようになるんですよ。うわー、めちゃくちゃいいこと聞いたな。バットに重りつけるのと一緒でボールも重くする。そういうことによってそのボールが軽くなって、さらに遠心力を使って速く投げれるっていうところもあるんで、あとそういう重たいボールのゴム板みたいなのがあるんですよね。でそれでティーとかもやります。しびれそうですね。鉄球だと多分痛いと思うんですけど、ゴムみたいなんで重さはめっちゃくるんですけど、手とかしびれたりはしないんですよ。手首とかが疲れるんでしっかりリスト効かして打たないといけないんですよ。なるほど。インパクトを増してその反発力で飛距離を伸ばすっていうのをティーとかでもやります。僕らが高校まででやってきたその指導方法のもう100倍多分あるよ、プロの世界。まあ、でも高校生とかが無理にやりすぎると痛めるっすね。あ、そうかそうか、体ができてないってのもありますね。だから高校の時だとソフトボールとかでやってましたよ。ソフトボールとかも重いじゃないですか。ちょっと重いですもんね。はい、だからソフトボールで、高校の時とかはソフトボールでやってました。なんかそれがどういう練習かって分かってやってないとその意味ないですよね。そうそう、しかもそれ手だけで打ったら怪我するんで、ちゃんと足も腰も入れてその重さに負けないように打っていかないと手首痛めたりするんで、体のバランスとか足腰とか腰とかをうまく使うためにもいい練習なんですよ、その体を覚えるの。確かに確かに。あとキャッチャーで言うと、やっぱり座った姿勢で動かなきゃいけないじゃないですか。はいはいはい。だからバーベル背負ってウサギ跳びみたいなスクワットジャンプみたいなのありますよ。そんなのできないですよ。でパッて、いやー膝終わる。今思ったらやらされてました。でもそれ昔タッチっていうアニメで達也がやらされてたんですよ。やっぱやらされる。その下半身強化とその瞬発力を上げるために。すげえ。でそれ一回僕らなんか冬トレの時に、学生の時にそのプール行ってたんですよね。はい。その泳ぐ持久力つける時に泳ぐのにプール練っていうのもあったんですよ。あのスクワットジャンプつってブクブクブクってやってジャンプしてやってましたよ。いや死ぬ死ぬ死ぬ。拷問拷問。地上よりはやっぱり浮力があるんで楽なんですよ。地上だと全重力いくじゃないですか。はい。でも水中だとまあ重りは持たないんですけど、そういう沈んで、じゃだからジャンプもでも波半からジャンプ結構深いプールだったんで、いや死ぬじゃないですか。だから中途半端なジャンプ力だったら水から出ないんですよ。あ、確かに確かに。だからめっちゃ力入れてジャンプするんですね。でそれをなんか10回10セットとかやばっていうのもやってました。でもどうですか、その練習としてはプロの。いやなんかでも聞く話、なんかアニメがパクってる説ありますね。だからやっぱアニメが使うってことは、やっぱりアニメの先生もやっぱりね、取材とかしてるじゃないですか。はい。だから何気にやっぱ嘘じゃないってことですよね。はい、ということで、まあ今日、まあお時間長くなってしまいましたけど、まあこれはね、そのままやるとね、怪我しちゃうんで、まあ自分の体力に合ったようにね、練習して技術向上してもらいたいですね。はい、はい、はい、貴重な話ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということで、最後にお知らせがあります。今までの話、全部嘘です。お知らせじゃないですね。ドッキリ、ドッキリ。めっちゃ信じた。いや、リアリティがちょっとありすぎますよ。なわけないじゃないですか、素手に取ったら骨折しますって。なんやー、明日行く予定だった。漫画じゃないですか。めっちゃ信じたのに。重い球ガンガン投げたら肩抜けますって。でもね、里崎さんが言ってたからね、ちょっと信じてた節は。そう、説得力があるんですよね。そうなんですよね。ダンベル持ってスクワット見たことないですよ。プールの息継ぎは嘘ですよね。あれは嘘です。よかった。重い球打つのバット折れますって。やられた。手首言わしますよ、覚えても打ってた。めっちゃ騙されたやん。今回の企画はですね、元プロ野球選手の里崎智也が無茶難題言っても信じる信じないっていう検証です。信じますよ。いや信じる。ああやられたよこれは。さあということで、今回は大成功ということで、皆さん本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、皆さんとのコラボ動画もですね、さぞき出てますんで、皆さんぜひチェックしてください。本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。